持ちいいですね。今日はいつもより暖かくて過ごしやすいしね。あ、分かれ道だよ。どっちに行く？はぐみ、この辺りあまり来ないからよくわからないかも。私も。この道ってどこに繋がってるんだろう。ここを右に曲がってまっすぐ行けば駅前に出るよ。へえ、そうなんだ。それじゃあ行ってみよっか。あ、駅が見えてきた。へえ、駅前のここに出るんだ。なるほどね。今の道はジョギングでよく通ってる道だよ。そういえばタイさんは1年生の時からよくジョギングをしてましたね。うん、走るの大好きだから週に何回か走ってるよ。はぐみも好き。走るのってすっごい気持ちいいよね。すごいな。ジョギング続けるのって結構きつくない？そうかな。好きだから続けてるだけだよ。それがすごいんだって。私も前にジョギングを始めたんだけど結局途中でやめちゃったんだよ。確か続いたの3日ぐらいだっけ。もうちょっとやりましたけどさ、ただ走るのってちょっとだけ退屈っていうか。それなら今から私のおすすめコースを散歩してみる？いろんなところに楽しいものがあるから、ひまりもそこを歩いてみればきっと楽しくなると思うな。本当？実はもう一回ジョギングにチャレンジしたいって思ってたんだ。ランも一緒に行こうよ。まあ特に予定もないし別にいいけど。はいはい、はぐみも行きたい。タエさん、私も一緒にいいですか？それじゃみんなで行こっか。ここがまず最初のおすすめスポット。はぐみ、この河原知ってる？夏にハロハピのみんなとここで花火やったんだ。水の音がとても気持ちいいですね。確かにここは走りたくなる場所です。近くに遊歩道があるね。ここ結構ジョギングする人いる？何人か知り合いになった人がいるよ。河原を走ってると遊歩道から手を振って挨拶してくれるんだ。え？河原を走ってるの？石がゴロゴロしてるから走りにくそうだよ。それが面白いんだよ。どういうこと？実際やってみた方が早いかも。ひまり、軽く走ってみて。うん。普通に走ればいいんだよね。そしたらこんな感じ？どうだった？私は石を踏むと転びそうになったから走りやすそうなところを探して走ったけど。私が楽しいのはそれ。石がないところをめがけてピョーンって飛んだり、タッタッタって右に行ったり左に行ったり。やったやった。っていうか自然にそうなってたと思うよ。いろんなリズムが見つけられて私はそれが楽しいんだ。あー、そっか。はぐみもちょっとやってみようっと。そういうことか。私ももう一回走ってみよう。気をつけないわ。転んだら大変だからね。